よし。ふー、よっしゃー。ふー、ふー、ふー、ふー。ただいまー、ただいまー、ただいまー。あ、毎日同じ行動してるなって感じですけども。ということでね。今日は何曜日だ、金曜日終わりました、パチ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 っていうことでね、今日は金曜日なんで、ちょっとつまんで作って食べて締めかなっていう感じのノリなんで、まあ締めまでいけるかどうかわかんないんだけど、とりあえずちょっと作ろうかなと思って、うん、この少ない感じでチンジャオロースと、このなんかほらなんか包んだやつ、なんていうんだろうこれ、これ好きなんだ俺、本当はっていうのがあるんだけど、ということでね、今日は、これ久々に出番が来ました、本麒麟香りの舞で飲みたいと思います。いやー今日はね、朝夜10キロ20キロ走りました。ということで、お疲れお疲れお疲れちゃん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 、大丈夫あ、カフだってカフって言って大丈夫、じゃあ大丈夫ですか大丈夫、バイ。この一杯だよね、本当にこの一杯だよ、うまいよね。ドゥン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 、このこういうやつは僕はタバスコかけるんですよ。こういうの辛いのが好きなんで、カレー、うほー、映えるね。孤独の宴スタート。料理ってのは後回しになっちゃうんだよね、やっぱり。体動かすことが先になっちゃうんだよね。よいしょっと、これは退場します。そして今日は久々にこの黒芋ブランドゴケ売り上げランバンバー、黒芋、このさっぱりした芋、これやっつけちゃおう、やっつけられるかな、やっつけられちゃうかもしれないな。でもコックコックコックイモコックコックイモ、よし、もう合わなくもない。で夜さ、今日もさあ、コロッケとか、コロッケメンチカツ唐揚げ食いたいって思うのよ。どうしても夜とんかつメンチカツコロッケ唐揚げ食いたいってなるの。この葛藤がねすごいんだ俺。分かってくれる人いる？
これね難しいんだよ、なかなか分かってくれねえかな。あのさ、やっぱりほら1日20キロとか16キロ走ってるんだけど、あんまりさ、ほら油脂質ばっかりとってもしょうがないしって思うのよ。それを解除しちゃうと3食唐揚げとか食っちゃうからね。あ、それまずいなと思って抑えてる。ダメだダメだ、唐揚げダメだ、コロッケとかメンチカツちょっと見ないようにしようみたいな、こうメンチカツ見ないようにしようみたいな。でも昼間にもし抑えてたら夜バーッと食うんだけど、昼間絶対に僕は人気店の超人気店のメンチカツと唐揚げを3つ食べちゃってるので控えてる。偉いでしょ。だからすごい葛藤があるの。もう朝はいいんだ、走る時とかは。夜、うん、夜はすっげー考える。だからピザとかも食わないしね。昼だったらいいんだけどね。昼ピザじゃねえか、昼ピザじゃないか。だってもう、あのスーパーオリジンマイバスケットコンビニ全部揚げ物置いてんだよ。あの回避するの不可能だよあれ。どっかしらでこう誘惑してくるもんね。唐揚げ食べないみたいな、唐揚げ美味しいよとかさ、メンチカツ食べませんかとかさ、今日のコロッケはソースかけたら美味しそうだよとかさ、今日は厚切りハムカツですとかさ、厚切りハムカツどうすかみたいな、厚切りハムカツからしたっぷりでどうすかっていうね、その訴えが来るのよ自分の中で。かっこいいねってそう思ってると焼きそばとか出てくるのよ。わ、焼きそば、焼きそば食いてって、屋台の味食いたくなってきちゃうのよ。屋台の味わかる？屋台好きなの俺。お祭りとか好きだから染み込ませられてる。だ、屋台の焼きそばって書いてあると食べたくない？なんかみんなそれやられちゃってんだよ。俺そうだもん、やられちゃってんだよ屋台の焼きそばって。屋台のお好み焼きとかそこまでうまくないのかもしんないけど、あれにやられちゃってるのよね。で食いたくなるのよ、昔思い出して。すごい高級な、そういう焼きそばじゃなくていいの、普通の焼きそばで。そうすると炭水化物と揚げ物じゃねえか俺ってなっちゃうわけよ。だからもう見ないようにしてシャットアウトしてる本当に。それが分かってくれる人じゃないと俺結婚できねえよな、この戦い、食い物の戦い。頭の中の、どうしようかな、食い物のことばっかり考えてるかもしれない、ね、一日中、これ食べて作ろうね。作ってくるね。よし、ほら、あー作ってきたよ。なんだこれ。はい、ピーマンの、俺の大好きなピーマンの肉詰め、ちょっと焦げちゃったけど作ってきた。ソースでかけてね、食べてようと思います。切れないよこれ、焼けてるこれ、you
ピーマン肉の好きなの俺。うましだお母ちゃんみたい。あ、うまい。うしうしピシッもうダメだ。今日はアイス食って寝る。匠のみたらし、これうまそうだよね。うまそう。食べてみます。あー、やっぱ酒飲んだ後はねこれだよ。いただきます。1週間お疲れ様でした。明日も頑張ってっていうか走るか。うん、うますぎる。 ありがとう。また明日ね、みんな。また明日。